い、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが鈴木さんです。どうも鈴木です。あ、鈴木って言いました今。はい、ちょっと鈴木なんかい、髪の毛どうしたんすか。ちょっとなんか研究失敗しました、ね、してないっすよ。研究失敗した髪型になってますよ。してないですよ。ちょっと映さないでください。カメラマン撮られないっていうことでこの髪型できてるんですよ。いやいや、そんなわけないでしょ。一緒に伝説作っていこう。あ、出たこれ。そう、はい、割り出しをします。今回割り出すやつ、はい、こちらです。はいはい、こちら何ですか。こちらはパラワンオヒナタですね。パラワン青ヒナタ。いや、全然違うんですけどえ、なんすか。パラワンオヒナタです。あ、パラワンオヒナタ、はい、はいはいはい。じゃあなんか滑舌悪いみたいなイメージつけようとしないでくださいよ。いや、今の耳悪いだけですからですね、多分僕が、はい、すいません。パラワン大平田。はい、だから平田クワガタとか知ってます？聞いたことあります。そう、平田クワガタって、まあ、日本のやつがそう呼ばれてるんですけど、それの倍ぐらい大きくなるというか。えそう、みんなが見たことあるぐらいのサイズの倍、はい、だから10センチぐらい。うーん、10センチ超える世界最大の平田クワガタ。がこのパラワン大平田。すごい。はい、なんですけど、はいはいはい、土を固めてあって、その中に卵を産むみたいな感じなんで、はいはいはい、だから土に産むタイプというか。割り出しとか、まあ、産卵セットは作りやすいというか。そう、比較的初心者でもいけるやつなんですけど。そう、これの、まあ、幼虫になってるんで、はい、その幼虫を取り出すって感じなんですけど、はいはいはい、こういう感じでね。あ、もう実は見えてて、僕これぐらいのサイズにのやつが見え始めたら、はいはいはい、取り出すんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、ちっちゃすぎると見落としたりとか、卵の場合とか結局また別の管理しないといけないのが、はい、ちょっと手間なんで、これで行こうと思って、これが一応2月の18日に産卵セット組んだやつ。だから3ヶ月ぐらい経ってんのか。なるほどですね。そう、あ、これってじゃあその時期を見て割り出す時期を決めてるんじゃなくて、なんか大きさ見ながらって感じなんですか。まあ、そっちのパターンもあるし、基本的には時期だったりですね。だから、これを作ってからメスを入れて、はい、それから1ヶ月経ったらメスを取り出して、うんうん、上に上がってきた餌と食べに来たメスを取り出して、そっから1ヶ月とか1ヶ月半ぐらい置くって感じです。なるほど。だからちょっと遅かったかなぐらいです、どっちかって言ったら、うん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 、これをもうちょっと取り出していく何匹かっていうことですね、はい、パラワンはね、ちょっと増やしたいんで、今期何セットか今後も組むんですけど、はいはいはい、言ったら第1陣なんで今年の。お、これ初めてのやつですか。そうですね、今年初めてなんで。じゃあ結構見込めるというか。どんぐらいが普通なんですか。どうすかね、まあ、その本当にあの魚、漁師とかの人も大量の旗のやつとかあるじゃないですか。漁行って、はい、帰ってきた時に大量バターを揚げてる、うん、揚げてないとかの、はい、あれの基準ってどこなのっていう話と一緒になっちゃうんですけど、はい、もう何匹でもいいんですよ。ほう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 、はい、あ、じゃあ本人が大量だと思ったら旗揚げていいんで、それと一緒なんで、はい、1匹でもたくさん取れたっていう。なるほどなるほど。パターンでもいいし、目安というか、なんか基準はないんですか。だいたいこんぐらいだったらこんぐらい取れるみたいな。あ、基準はあるんですけど。なるほどなるほど。でもその、やっぱ魚と一緒で漁に出たら魚に例える結局帰ってくるときに大量バターあげてるじゃないですか。いや、聞きましたよ、はい、じゃあその中で、じゃあ三森さん的な目標はあるんですもんね、はいはい、そうですね、僕の中での目標もあるし、はい、まあ相場的な、もう、あ、のもある一般的な数もあります。お、教えていただきます。一般的な数もあるんですけど、ただ結局本人なんで、その量と一緒で、なおーおーおーおお、大量バターをあげるあげないあるじゃないですか。おい、このペースで言ったら俺の腕壊れるよ。いや、カメラ大量話になっちゃいました。うわ、あんまりかかってない。いやいや、実際10取れればうんうん、まあ、バンバン剤なのかな、基本的に。はいはいはい。その10いれば、その次の世代も、例えば、まあ、幼虫から成虫になるまでに何匹か星になる、その死んじゃう可能性もあるんで、はい、それも踏まえても、オスとメス揃う、はい、数で言ったら10いれば安心なんで、うんうん、なんならまあ、5匹でも最悪、オス、メス、おそらく生まれてくるパターンはあるんで、まあ、5いればとりあえず大丈夫なんですけど、10いたら安心だよね的な感じだと思うんですよ。僕の印象はそうなんで。なるほど。10超えたらたくさん取れた、はい、10より下回ったらちょっと少なかったかなって感じの印象で思ってもらえればわかりましたと思うんで、はい、まあ、そこも踏まえて僕の目標ですね、はい、5億です。うわー、おー、10とか5。おい、はい、こっからはみ出てるでしょ、だから5億は。
まあ、今見えてるの全部幼虫ですよ。気持ち悪い。ほぼもう腐ってるじゃないですか、茶色って多分。いやいや、そんなリアルに15いたら嬉しいですね。15って結構。そうですね、いそこだってこの中ですもんね、まあ、そう、だから15、まあ多い時はやっぱ20、30取れたりするんで、そこで考えたら、まあ15いたら、うん、バンバンザイかな、はい、って感じなんですけど、まあ側面にまずまあ見えてるし。そうですね、下もちょっと僕見えちゃいましたけど、さっき。あ、ここにもいて、うん、ここにもいて、ああ下見てみます。ほら、あ、違う、いやいや、待って、全然いないじゃないですか。そのプラスチックの穴、これ、いやいやいや、これちょっとやめてくださいよ。一匹しかいないじゃないですか。なんかめっちゃいるんかなと思って、俺もドヤ顔で出しちゃったのに。すいません。一匹いるのも、まあ、ありがたいことなんですけど。いや、その一匹、しかも俺、その、そっちは見えてなかった、その一匹の方は、そのプラスチックのそこだけでした。いや、勘弁してくださいよ。サムネにしようと思ってたのに。すいません。全然できないじゃないですか。申し訳ない。さあ、これひっくり返す前に、必要なものあります。はい。必要なもの、こちらです。はい。はい。あ、ごめんなさい、こっちに出す予定だったのにな。なるほど。っていうやつなんですけど。既視感があるな。ちょっと覚えててください。うちお決まりいっぱいあるから。ルールいっぱいあるから。すみません、見逃してました。はい、まあまあ、すみませんね。はい。まあ、ここからゆっくり慣れていけばいいから。うん、まあ、小分けのケースというか。はい。まあ、これダイソーとかにも売ってるやつなんですけど。はいはいはい。これに幼虫を入れていくみたいな。ね、はいはい、やっぱこう柵がなかったら幼虫同士がこう噛み合っちゃったりとかで傷つけたりするんで、はい、これと、まあ、一応ちっちゃい子とかは傷つけちゃう可能性があるからシリコン製のピンセット、はい、はい、これね、うん、これでつまんで入れてくって感じなんで、はい、じゃあ行きましょう。準備は万端ですから。準備は万端ですから。はい、もうあとはひっくり返すだけです。あ、もう一気に。はい。あ、確かにこの前の金のやつと違う。そう、違います。一気なんだ。いきますよ。はい。おお。おお。あ、すげえ。でもここにもいますね。わあ、本当だ。ことここ多分こことここにもいます。穴があるとそこにはちょっと。そうですね。ちょっと変色というか土の感じが雰囲気変わってるんで。あ、結構いい感じじゃないですか。いい感じです。うん。一匹。ああ、すでに。すでにこぼれてきました。ちょっともう割る前からすでにもう2匹。いやね、それ幸先いいですね、うん、なんか側面にいると安心できますよね、うん、とりあえずいるっていうのは分かるんで、はい、こっちにもいますね。そう、こっちと多分あとこっちにもいるのかな。これぐらいのサイズが理想ですけどね。みんながこれぐらい言ってましたね。なんか大きすぎてもみたいなの言ってましたね。そうですね、全員がこれぐらいっていうパターンないんで、これぐらいのやつがいたらこれよりちっちゃい子もいるんで、はいはい、なんか結局大きい子がいる中でこれぐらいの子がいるみたいな感じの方が僕はいいなと思ってるんですけど、はい、タイミング的にはまあちょっと遅いかなと思ったけど、まあ悪くはないと思います。はい、じゃあいきます。割りますよ。お、割る。割った時がどうか。あー、楽しみですね。割ります。はい。おー、おー、割り3です。おお、早速すごい一発目の割りでいいですね。これいい感じですか。いい感じです。もう5匹ですよ。こっからまだまだいる可能性あるんですよね。あります、あります。じゃあこっちから割りましょうか。はい、2分の1。お、はい、おお、いいですね。6。もう数は最後ね発表しますんで。あ、じゃあこっから数えないでいきましょう。はい、いきましょう。どうだ。お、いましょう。はい、おお、7。数えちゃうんかい。あ、いや、まあまあまあ無意識です今の。いやいや、言ったばっかでしょ。で、こう優しくうねうねします。うねうねというか、これ僕はもう何万回もやってるんで。ああ、何万うねうねも、何うねもしてますんで。サイズ的にもちっちゃい子が多分一番遅かった感じですね。卵から孵化してきたのが、どんなにちっちゃくてもさ、あのちっちゃい子と同じぐらいだと思います。なるほどなるほど。ああ、でもどうだ、ちょっと雲行きは10ぐらいはいるかなって感じですね。いきます。はい、あー、おっとっと、おっと、お、いました。いた、素晴らしい。おーひー。なんて言いました、なんて言いました今。おーひーって聞こえました。いや、なん他人事なんですか。あ、でもいました、よかった。いますね。いい感じ、いい感じ。まあ、割れば出てくる感じ、うん、そう、爆散みたいな雰囲気ではないけど安定してますね。うん、そうですね。野上、野上元西武の。おー、いました。あ、ちょっと体調良くないですね。何でわかるんですか。
色とか分かります？針とか。なんか確かに元気はなさそうな雰囲気が。こう見た時に様子が違うのがちょっと透き通っちゃってるというか、カメラだとちょっと難しいですかね。これ白くなってるんですよ。はいはいはい、そうですね。なんか黒い部分がその左のものに比べてちょっとなんか少ないというか、はい、そう、針も少ないんですよ。ああ、本当だ、なんか弱ってる感じの。そう、このこういう子はちょっともう消化器官がおかしくなっちゃってるんで、結構厳しいかもしれないです。なるほど。そう、だからこういうところに入れすぎちゃうとそういうこともあるっていう話も聞きます。なるほど。でもまあいい塩梅、難しいんですけどね。なるほど、なるほど。そう、もうほんと巡り合わせだったりもするでしょうし、言ってもやっぱ金糸瓶とかの方が栄養価は高いんで、その白く金をまとったボトルがあるんですけど、うん、まあでもいい感じで取れてます、うん、はい、おいますね。おお、ここにも、おおらら、はい、おお、いいじゃないですか。いいですね。鈴木さん、ゴールデンウィーク、まあ、自粛であんまり外出れなかったでしょうけど、はい、なんか何してたんですか？ゴールデンウィークはバイトと、はい、お、いらっしゃいました。いた感情ありました、今何してたかに、はい、めぐらせてましたね。あ、いた、いますね。すごいいい感じでいますね、うん、え、バイトで。そうですね、ただ1個のバイトがちょっと今、はいはい、あ、やってないんですよ。短縮とか休業で。休業なんですよ。はいはいはい。でもう1個のバイトしかやってなくて、はい、ね、それ以外はまあぼーっとしてるとかですかね。え、定年退職迎えたんですか？ぼーっとするか、まあお酒をちょっと家で飲んだりとか、はい、あ、外で飲めないんでね。僕の父親と同じことを言ってますよ。仕事辞めてから何してんのって言った時、全く同じ回答でしたもん。俺辞めてないの。おお、あ、指だった。いやいや、ちょ、誰が幼虫だ。指先からうんちしないっすよ、別に。いや、1個目うんちじゃないじゃん、別に幼虫の。あ、いました。あ、脱皮したてですね。これ、このしぼんでるじゃないですか。まあ、ちょくちょくいたんですけど、これは別にそう弱ってとかじゃなくて脱皮したてで、はい、うん、こっからでかくなるから皮が余ってる状態みたいな感覚です。なるほど、なるほど。そう、だから中学1年生の学ランみたいな感覚ですよ、うん、ああ、まだでかいけど、はい、夏頃になったらあっという間にもうピチピチになる子もいるみたいな感覚。ああ、育ってくれば。そうです、そうです、うん、そう、でも意外といるかもな。どうだ、あと2匹ぐらいいたら最高ですね。いいですね。なんか定期的にいるな、マジで。本当ですね。なんか各ブロックに。そうですね、なんか1匹ずつみたいな関東大会みたいで、いいですね。ブロックだけでしょ、わからないけど。どうだ、もうラストに近いですよ。うわー、あー、さすがにおらずか。おらず、おらずでした。でも意外といましたね。うん、僕最初もっと取れないと思いました。確かにね、なんかその側面の割に、はい、真ん中に意外といないみたいなパターン多いんですけど、意外と定期的にいましたね。最初なんか半分にしたうちの片方割った時にあんまりいなかったから、はいはい、いないと思ったらもう片方結構いましたね。おお、確かに。これまた再利用するんですよ。あ、この土ですか？はい、はい、これを一応、まあ今こういうちっちゃいダマがあるじゃないですか、うん、これぐらいの、はい、これを潰して、はい、袋に入れて冷凍処理して、うん、新しい土と、はい、混ぜてまた使うんですけど、はいはい、それの時にダマありすぎると勝手が悪いんで今潰してるっていう感じです、はい、うん、これを、はい、まあ、一旦入れます。おお、ダイナミックに。チャック式のポリ袋、はい、まあ、袋に入れて、はい、で冷凍庫に入れるっていう感じ。ほうほうほう。でこういうポリ袋とか Amazon で僕は買ってるんですけど、はい、そういうのも概要欄に載せてるんで、はい、ぜひ見てください。入れ慣れてますね。そりゃ昨日今日のポリ袋じゃないんで、土がこの巻き散らしそうにならないですね、あんまり。まあそう、まあやっぱもうポットでのね、土いじりじゃないんで僕。おお、長年のベテランの、長年の、はい、土いじり。バイトも土いじりだったんで。え、どういうことですか？もともと
あそう、何かはあんま言えないんですけど。じゃあ言わなくてよかったけど、気になるだけでしょ。いやでも見てる人でも毎回そう言ってるんですよ、いつも。バイト辞めたんで、あれなんですけど、バイト辞めた時にその社員さんとかに一応聞いたんですよ、はい、そういう話言ってもいいのかっていう。なるほどなるほど。ちょっとその内容とかは言わないで、そういうの言ってもう大丈夫ですかっていう話を一応したんですけど、はいはい、いやそれは任せるけど、うん、知らないよって言われたんで。何が知らない、何がダメなことあるんですか、ね、いやわかんない、わかんないですよ。悪の書き方怖いですね。いやまあそういうノリだとは思うんですけど。あ一応ね、はい、まあでもやっぱ基本言わない方がいいから。なるほど、プロだ。はい、そうですよ、そりゃ僕も誇りを持ってやってたんでね。あで、終了ですね。はいはいはい、ということで結果ですよ。はい、まあ意外といたんじゃないですか。ボケ何匹ですかね。何匹だと思います、どれぐらい。だいたいもうだって想像できちゃいますよ。最初7匹ぐらいいてから増えてましたもんね。はい、はい、10匹超えたんじゃないですか。でもあーなるほど、12ぐらい。おーこれ素晴らしいです。完璧だと思います。ほう、結果はい15匹です。おお、ちょうどそんな取れた。宣言通り。すげえ、15いけばいいって言った15、ね、ギリ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 乗りました。15匹ギリギリ乗ったっていうのはどういうことですか。いやだから目標を達成したっていう。あはいはいはい。乗り切らないな。乗り切んなかったな。あ、大台に乗ったみたいな。大台に乗ったって感じです。40本ホームラン打ったみたいな感じです。いやめちゃくちゃすごいですよ。だとしたらいやいやでも十分ですよね。その野球知ってる程度来られてもらうと。あーそう、え、鈴木さんって野球普通ですか。はい、一郎の弟じゃないですか。一郎の弟じゃないわ。あ、違うんだ。鈴木つながりでしょ、それ。違うんですか。いや、世の中鈴木腐るほどいますからね。いやいや、腐らないでくださいよ。腐らないですよ。例えばやめてください、そんな。悲しいですよ。腐らない。腐ったら悲しいだけで済まさないでください。あ、すいません。いや、でも15。はい。いや、十分です。よかった、はい、よかった。すごい、いい感じですね。はい、いい感じですね。うん、で、これはまた、動画外で金市民に入れていくんで。はい。これで以上になりますね。はい。いや大満足の結果になりました、うん、僕的には。よかったよかった。鈴木さん的にはどうでした。いやその割り出しが前回とやり方違って、はい、なんかこれはこれなんか前よりお手軽な感じが。そうですね、楽ですね。いるかどうかも結構分かりやすかったし、はいはいはい、いっぱい取れたから見てて楽しかったですね。前回がね、うん、少なかったっていうのもあるんですけど、ね、生態の数が、はいはいはい、その幼虫が出てくる数が、うんうん、今回結構定期的に出てきてよかった、ね、楽しいですね。楽しいですね。でももっと楽しい時もありますから。あ、もうバンバン取れる。困る時あるんで。えみたいな。立ち会いたいですね。いやそうですね、うん、なんとかね、どっかのタイミングであればいいですけど。はい。いやでも鈴木さんも大満足で興奮して下脱いでますけども。ダメでしょ。どのタイミングですか、この右でカメラ支えながら。いやそうそう、うまいなと思いましたけどね。いやスルスル音入っちゃうでしょ、そしたら。いやその脱ぐ効果をスルスルか分かんないですけど。あ、でもまあ良かったです、鈴木さんといろいろ話しながら。はい、はい、できて良かったですね。あ、ちなみに、はい、せっかく鈴木さん来てあんま知らないと思うんで、パラマン見ます。パラマン大平田ってどんなやつか。ああ、はいはいはい、それ見せた方がいいっすね。確かに、でっかいやつ。はい、一番大きいクワガタでした。まあ世界最大のクワガタです。はい、はい、じゃあパラマンこちらです。はい、うわでっかっ、こちらね。さっきのここまででかくなるんですか。そうですよ。これでもそんな大きくないです。これ何センチなんですか。これ103ミリだから10センチちょっとって感じです。うわでかっ。今レコード110超えてるんで、うん、これより1センチでかいって感じです。あーでかいな。そこも勇ましいですよね。いやでかいですね、めちゃめちゃ。そう、今日取れた15匹の幼虫たちの中のオスはこんな感じになる。あーでもメスもねでかいんで、55ミリとか、だから5センチ超えてくるんで、はいはいはい、結構立派なんですよ。どこの国とかはあるんですか。一応フィリピンですね。パラワン島っていうのがあるんですけど。ああ、そのパラワン。はい、そうですそうです。フィリピンか。はい。懐かしいですか。生まれじゃないよ。あれ、元バナナじゃなかったし。どういうこと。あれ、違ったんですよ。元バナナで、はい、今人間、はい、カメラマン、はい、とっくに売れてますよ。マジですか。マジですかってな。すいません、なんか回収用意してなくて。いやいや、バナナ言った時の回収用意しようと、はい、見事な滑りを見しちゃいましたけど。おなパラワン、ちょっとパラワン見すぎじゃない。もっと僕も見てよ。いやいやいや、嫉妬クワガタ。いやいや、クワガタじゃないんで僕は。まあパラワンこういう感じ、はい、また、一応自己ベストが僕107ミリなんですよ。なんかこいつより4ミリでかい感じ、うん、
それを超えたいなっていう部分あるんで、なるほど、ここの今日鈴木さんと、割り出した生態の中から、まあ、できればね理想は110超えることですけど、はい、まあ、とりあえず107ミリ以上のやつを出せるように頑張りますんで、うん、はい、ぜひ皆さんも引き続き気にかけてもらえたら嬉しいです。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンは赤玉土丸さんです。八丸さんか。赤玉土丸、赤玉じゃないのか。赤玉土はしてますけども。そうだ、全然違いますよ。全然説明しろって。この過程を見てることによって、はい、まあ、だから羽化してきた時の楽しみが倍増するというか、うん、はいはいはい、なんでしょう、わえって、こいつがあるってことは、はい、これを使っていく、はい、だから幼虫の掘り出しというと、というと掘り出してだけじゃもうかわいそすぎるんで、あ、で、はい、移し替え、禁止瓶に、お、というと、え、まだある、禁止瓶まとめちゃってください。重さも変えて、禁止替え、禁止交換、禁止瓶交換、え、幼虫の、幼虫の禁止瓶交換、正解です。うわまさか一発でクリアできるとはね。こんな時間かけて当てるの一番嫌なんですけど禁止瓶交換って、禁止瓶って何なのっていう人もいるぐらいのやつなんですけど、はい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 、まあその栄養価のある、まあ、言ったら土みたいな感じですかね、はい、餌ですね、そこに移し替えていくんですけど、うん、この家は何ですかっていう感じですよ、その種類。ここまで当てたらもう八丸さんはもう今後も八丸さんだと思う。どういうこと、はい、いやでも俺なんとなくマジでわかりますよ。え、じゃあ当ててもらっていい、え、本当に当てていいの、はい、これはスマトラ、パラワンオヒラタです。あー惜しいじゃん。残念、一緒でいいだろもうそれは。残念ですが一緒じゃん。明日から八丸さんはうんちんちんになります。最悪だいやだ。まあパラワン惜しかったですね。うん、まあでもこの家スマトラパラワン大型の、はい、平田クワガタをメインにやっていきたいっていうところであるんで、はい、うん、でまあ平田クワガタ系を今までで一番こうたくさん飼育できてるんですよ。はい、まあ、スペースがあるっていうおかげで、うんうんうん、パラワンオヒラタの禁止瓶交換ですね。おで1本目から2本目って感じになるんで、はい、ここの伸び方はまあ大事なんで、うん、ここであんまり伸びてないとそっからもまあ化けるやつもいるんですけど、はい、こう低いところでこう伸びてくるみたいな、うん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 、ここの上がり幅が大きいとそっから順調に伸びてとか、あ早めに羽化してきてもある程度大きい立派な子になるというところになってくるんで、はいはいはい、大事ですね。結構大事ですね。はい、禁止瓶交換する、新しい禁止瓶こちらです。はいはい、こっちが、今入ってるパラワン、パラワン、パラワンオヒラタの幼虫、オスが入ってるやつです。おお、メスは動画外でこの800から800に移し替えたりする子もいれば、うん、もう1本で羽化まで行く子もいるんで、はい、大体やっぱメスは半年ぐらいで羽化し始めたりとかするんで、おお、ただオスは1年以上の子もいれば1年前後って感じですね。はい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 、でこの800の普通のボトルから次のボトルから僕はこの4倍、3200のボトルに交換していくって感じなんですけど、この禁止瓶が、普段ねこのパラワンに関しては、はい、F0 っていう、うん、まあ、DDA の禁止瓶があるんですけど、それを使ってるんですけど、今回は、まあ、ちょっと禁止瓶の都合もあったりとかもあって、はい、G0 を使ってます。おー、これも DDA の禁止瓶なんですけど、はい、G0 の方が F0 よりも消化吸収、なんか優しくて、すごい消化吸収しやすいのかな。はいはいはい、はい。だから、幼虫が F0 に比べてぐんと体重が上がる感じです。うん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 。で、F0、だから、どうだろう。F0 の場合は5ヶ月ぐらいかけて、この800のボトルをオスが食い切って、でだから5ヶ月後幼虫を入れて5ヶ月後にこのでっかいやつに入れていくんですけど、はい、G0 の場合はやっぱその成長スピードが速い分、うん、やっぱ食い切るのが早いですね。おお、これ12月下旬に入れてるんですけど、はい、3ヶ月でもうこうやって食い上げてきてるんで、おーすごっ。これとかねもうちょっと食わせたかったんですけど、はいはいはい、まあ、せっかく動画にするんでもうこの子は移そうかなっていう感じです。はい、だからまあすぐ体重が上がる分食欲も上がるというか、うん、上がるんで3ヶ月でやっぱ食い切っちゃうって感じかな、スマトラもパラワンも。で F0 はやっぱ5ヶ月ぐらいかけて大きくなって食い上げるんで、はい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 、だからもしかしたら F0 がサイズ感どうだろうな、 F0 の禁止瓶交換と体重がどれぐらい変わってくるかは分かんないですけど、はい、ま、同じぐらいになってるんじゃないかな、その短い期間で。ああそうなんですね、はい、ただそのやっぱ成長ぐんとするんで、
うん、その分幼虫がまあなんて言うんだろう、老けるみたいな感じのことを言うんですけど、はい、1年ぐらいで羽化する子たちに最適な禁止便ですみたいな感じで、パラワンは F0 の方がおすすめですみたいな感じにはなってるんですけど、やっぱじっくりこう育ってもらって、はいはいはい、盤石な状態でだから1年かけて最大体重に到達してもらって羽化するみたいな、うん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 、感じなんですけど、 G0 はなんかほんと半年ぐらいで一気に最大体重近くまでなるイメージがあるんで、はい、成長がいい分だから1年以内に羽化するような子たちはその1年間で F0 の場合だとその到達する予定の体重まで行かずにサナギになる可能性が出てくるというか、あ、まあ、簡単に言ったらですけど、うんうんうん、それを補うためにできるだけ短いスパンでその1年の目標体重まで到達しやすいのが G0 なのかなという印象です。でパラワンとかはやっぱ1年以上幼虫期間があったりする子も多いんで、うん、F0 の方がこうじっくりこう上げて、うん、の方がまあなんだろうな、羽化不全とかも少ないんですかね、もしかしたら。ああそういうのがあるのか、体に負荷がかかりすぎないからというか、うん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 、分かんないですけどっていうのもあるんで F0 なんですけど、スマトラは G0 がすごいおすすめみたいな、あーそうだね、そう感じになってるんですよ、はいはいはい、そうでもパラワンもいい感じになるんじゃないかなとも思ってるんで、これでいい感じに最後羽化まで行ったら G0 のみにもしようかなとも考えてるというか。お値段は一緒なんですか？いや違うんですよ。えどれぐらい？これこのサイズで、うん、F0 がまあちょっとまあ価格変動もあったりするんで、はい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 、大体なんですけど500円、うん、1本500円で G0 がちょっとびっくり、まあびっくりはしないかな、5億。やりすぎ、さすがにないよそれは。やりすぎ、本当です。いや本当だとまずいって、それはさすがに。500…って書いてて、詳細言ったら5億だったんで。いや、はい、そんなわけないですかね。DDA さんはそんな勝負師じゃないから。いや、まあ、確かにそれは間違いかもな。いや、間違いではあるだろ。700、200円ぐらい。ちょっと高いの。上がってるかな、はい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 、700円ぐらいかなって感じです。あ、印象1本が、うんうんうん、ちょっとまあ詳しくは見てほしいんですけど、はい、ホームページとか DDA で調べたら出てくるんで、 DDA クワガタとかで、うん、そうだから若干値段はするけど、やっぱ禁止便を2種類あるよりは1種類の方が楽なんで、あ個人的には、はい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 、なんで、まあ、G0 だけとかだったら、うん、にできればG0 を使って全部やれるんだったら G0 をある程度買っといて、うん、余った時に他の種類も入れれるというかっていう感じになるんで、はい、の方が楽なのかなっていう、僕的には。でも値段的にはやっぱ F0 の方が安いんで、うん、F0 の方がありがたいんですけど個人的には、はい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 、だからこのでっかい禁止瓶、うん、これもだから単純に言ったら4倍ぐらいの価格になるんで、800円とか差が出るのかな。そうです ね、ちっちゃいのが200円差だから、 F0 が2000円ぐらいで、はい、G0 は2800円とか、うんうんうん、3000円近くになってるかなっていう印象で、これがこの1本じゃないんで、そうか、あとプラスもう1本か、はい、場合によってはもう1本だから合計このボトルが3本パターンか2本パターンになるんで、1匹につきね、はい、はい、お酢を浮かしてもらうってなったらやっぱ最低でも5000円近くなるっていう、うわすごいわ、やっぱかかるんですよね。うん、そうだからまあそこの部分はあるけど、でも、まあ、まあそれなりにいい結果も今のところ羽化してこないんでまだ分かんないですけど、はい、いい結果も出てるし、まあ、僕的にもずっと使ってる禁止瓶なんで、はい、掘り返していきましょう。お願いします、はい、あで今回だからオスたちはみんな G0 なんですけど、うん、禁止瓶は2パターン G0 とこっち F0 です、はい、あ F0 も、はい、だから1個目が G0 で2個目 F0 で、でも問題なく羽化してくれるんだったら、はい、2本目から F0 でもいいのかなみたいな感じで、うん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 、やっぱちょっと価格が変わるんで、そうですね。でまあ一応 G0 から G0 パターンと G0 から F0 パターンって感じですね。それでいきます。お願いします。禁止瓶を掘る用の、はい、新しい禁止瓶を掘る用の備品なんですけど、はい、これがまあスーパーモグラ君、うん、これも DDA のやつと、まあ、幼虫測る用の測りと、はい、まあ、一応僕はなんかあんまり汚れないようにっていうのでクリアスライダー の、 あの仕切りのやつ、はい、と、まあ、掘り返せのスプーンですね、うん、これでいきます。はい、まずもう こいつらオス確定してるんで、うん、もうこのでっかいの5個使うの確定してるんですよ。なんでこれを掘り返します。先に、はい、幼虫が外に出てる時ってやっぱ居心地悪くて糞しちゃったりとか、うん、暴れて自分のお尻噛んじゃったりとか、はい、っていうちょっと致命的なことにもなりかねないんで、先に穴を開けといて、うんうんうん、幼虫がその外にいる時間を減らすという、はい、ことをやっていくんで、じゃこれ大事か、大事そうですね。やっぱこれ大事です ね。なんでまあ1個目からまずこのスーパーモグラ君で、僕はすごいのよ、はい、これでも上からグリグリ、うん、グリグリやっていきます。はい、そんな力は入れてないんですか、それは。まあ、多少ですね。多少か、はい、おー、しかもこう綺麗に
これいいね。こういう感じで穴が開くんで、うん、でこのこれね、はい、これは一応再利用できるんで、うんうんうん、残すの周りだと思います。はい、ただ今回はちょっと、だからこれをまとめて同じ禁止のやつでまとめてその袋に入れてで、まあ、禁止瓶とかにまた詰めればまたこういう感じで白くなってくれたりするんで。あ、そうなんだ。はい、再利用もできはしますけど今回はちょっとやんないです。はい、僕がまとめて動画外でやるときは、うん、これがいっぱい溜まるんで、はい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 、その時は結構やったりするんですけど、うん、今日は5本なんでやらないですね。で、幼虫の部屋、なんかリビングを作るみたいな感じです。こっから。はい、これ毎回やってるけど、その、はい、リビング作った方わかんないからさ。そう、だからイメージは中だけ広げて、はい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 、幼虫がそこで居座れるようにするというか。うんうんうん。やっぱフラスコ状みたいなことですか、だからそこだけ広く。ああ、感覚で言うとそうですね。結局幼虫のスペースがないと、はい、幼虫より一回り大きいぐらいの空間ないと、うん、幼虫が自分でその空間作んないといけなくなるんでその分体力使っちゃうというか。はい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 。でその作ってる間にうまいこと作れなかったら居心地悪くていろんな場所を動き出してみたいな、うん、餌食べる前にその空間を作んないといけないのに空間作るのに手こずって餌食べずにどんどん痩せていくだけみたいな、はい、ずっとランニングしてるみたいな感じになるので。ああ、そうか、あんまり動かさない方がいいのね。そうですね、できるだけできるだけこう幼虫がこうもう食べることだけに集中できるようにリビングを作ります。うん、こんな感じですね。はい、すごい見やすいと思うんですけど。分からない分からない、はい、そこはね。でもなんかね、あの今出てきたこの量、はい、土の量、はい、菌糸の量を考えると結構やっぱ削ったんですね。まあ、結構削りますね。だから感覚で言うとこれの 1.5 倍ぐらいかな、この円の 1.5 倍ぐらい広げた感じです。うん、これで1個準備は終了。はい、下準備はこれをちょっとあと4つやります。あと4つ禁止穴開けました。はい、穴開けました。はい、で、ちょこっからですね、うん、やっていくんですけど、まあ、F0 の方が一応おすすめはされてるって感じですね。はい、ホームページ上、うん、僕の記憶が正しければ。はい、で、F0 の場合は5ヶ月で 50g ぐらいかな、うん、40後半から50中盤ぐらいのイメージ。こいつは、12月の中旬ぐらい、中旬前後ぐらいに禁止瓶に入れてるんで、はい、うん、まあ、3ヶ月ですね、丸3ヶ月、ね、3ヶ月だから F0 よりも2ヶ月早く掘り返すって感じになるんで、うん、これでどれぐらいになってるかっていうところになりますんで。そうだね、はい、まあ、最初のやつが基準になるからね。そうですね、こんなもんなのか。じゃあちょっと掘り返していきましょう。はい、もうちょっと食えるとは思うんですけど。で、ここにいるんですよ。でもやっぱもうでかいですよ、ね、でかっ、これね、うわ、怪物じゃないですかこれ見た時。これで幼虫なんでしょ。いや、そうですよ、もうなんか一種の成虫みたいな感じしますよね。うん、あ、一種ってあのポケモンの一種地方じゃなくて。いや、思ってないよ誰も。これじゃあ行きましょう。うん、まあ、とりあえず無事でありそうではあるんで、さあ50ぐらいになってくれてたら嬉しいかな。うん、ちょっと慎重に。そうだね、でももうしっかり食ってくれてるんで、うん、まあ、あと2週間ぐらいここ入れててもよかったですけどね。そんな2週間で変わるもんですか。変わります変わります。もう、この白い部分がめちゃくちゃいい感じでなくなってるんじゃないかな。でもまあほとんど食ってるんで、はい、まあ、早すぎはあれだけど、うん、こう気持ち早めはまあ 悪いことではないと思うんで、まあ、ちょっともったいないけどするんですか。はい、そうですね。はい、さあ行きます。おい、行きました。おー、でかいね。うわ、すごいな。うわ、ちょっと興奮しますね。うーん、そう、このタイミングで興奮してる時に持っちゃうと自分のお尻噛んじゃったりするんでちょっと気をつけつつ、あ、さあ測ってみましょうか。はい、スマトラ、ちなみにスマトラ、はい、スマトラの場合は僕んちはやっぱ50前後って感じでしたね。スマトラで50前後、はい、だからパラワンもそんぐらいになってくれてたら嬉しいっていうところです。はい、皆さん、はい、せーので言いましょう。はい、挨拶してください。おはようございます。いいです、先輩とかじゃないから。八丸さんです。いや、俺じゃないよ。なんで俺ウンなの、こいつの。明日からウンチンチンだから。いや、違う、ウンチンチンあったわ。あの設定生きてくるんだ、ね、あ、で、ちょっと今のうちにこの、はい、食べかすを2回ぐらい、これ入れると2、3回入れて、はい、測ります。どうだろう、うん、はい、あ、45。おお、フン込みだと47ぐらいだったかなって感じですね。あ、なるほど。で、こう入れていくと、はい、これでこう横たわれるぐらいですね。あ、本当だ。はい、こんな感じ。はいはいはい、しっかりとね、はい、で、ちょっと空間に余裕があるぐらい、うん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 、これで僕の場合はになるんですけど、はい、また上からこうハンバーガー状に食べかすを入れるという。おー、いや、でも無事で良かったですね。はい、とりあえず、お願いします。
はい、お願いしますって。適当にちょっと予想して喋ってた。適当と適当はもう適当なんで確実にダメなのね。はいはい、はい、で最近どうですか。ありがとうございます。いや適当すぎるなお互い最悪じゃん。次行けよとかかと思ったら感謝されてじゃあ次行きますね。はい、はい、お願いします、はい。45でしたね、うん、45、はい、でさっきの子よりも、うん、さらに食べてくれてるかな、はい、感じ的にはまあでも一緒ぐらいか、うん、でここ空洞あるんでまあ45、まあ、50近くになってくれてれば嬉しいかなって感じです ね、 ですね。さあ行きましょう。でさっきの子は、うん、G0 に入れました。はい、だから今回こっちも G0 に入れることにします。はい、いきますよ。慎重にいきます。終わりますね、はい、おお。お尻がぷっくりして、よし、いきます。あ、来ました。はい、おお。でかい。さっきよりでかいんじゃない。うん、ちょっと測ってみましょうか。確かに幅がある感じが。はい、うん、いきます。はい、50近く、48ぐらいじゃない。おー、49。あー、立派です。すごっ。3ヶ月でやっぱ49はでかいな。F0 の伸び方とは違いますね。はい、それこれがいい悪いとかは置いといて、うんうんうん、4g も結構大きくなりますね。やっぱそうですね、ま、一回り大きくなる印象かな。うん、50超えてくるとまた違います、ね、変わるんでね、完全に。してまた食べかすを、はい、入れて入れます。はい、49。はい、49だから50ある子もいるかな。でもこれ全部食い切って50って感じかな。50前後って感じなんで、これ以降の子はちょっと食べるスピード的にもうちょっと待ってもいいかなって子たちなんで、うん、はい、49がマックスかもしれないです、サイズでいうと。もしかしたら、49。さあ、いや、パラワンもね、うん、動画上で多分出てきた一番大きいのってどうなんだろう、105とかなのかな、104とかそんぐらいなんで。あ、そうなんですか、はい、それ超えたいな。超えたいですね、うん、家まで借りたわけですから。そうだね、それで言ったらね、まあこうやってね、大きな平田をやるために、はい、そうですね、家借りてよかったと、うん、余計に思えるように行きたい初陣の中では順調ですね、うん、さあ次もまあ同様です。はい、ちなみにパラワン、これは 101.5mm ですね、親が。おお。 101.5mm と 47.9mm からの子なんで、はい、まあそんなにめちゃくちゃ大きい親ではないって感じですね、うんうんうん、はい、でこの子は変わって、あれ？あ、これ書き忘れてるけど、これ 97.2 と 46.6mm の子なんですけど、はい、これは赤目の子です。赤目、はい、よく覚えてるね、そういうの。いや、さすがにね、まあ、全部嘘かもしれないですけどそれはまずいよ、言わない方がいいし、そういうのは。そう、でもこの子もね、親自体はね、元は大きい子いたんで、103mm ぐらいの子、104かな、うん、の子いたんで、全然大きくなるポテンシャルはあると思います。いきます。はい。あ、でもでかいぞ。でかい？でかいっすよ、ほら。うわ、主感えぐいな。すげえな。はい。うわ、でけえ。でけえわ。一番でかい。マック、あ、こいつの方がでかいですわ。でかいですか？でかいでかい。ちょっとね、僕はそのさっきとアングルが違うんで、どれぐらいかがすぐ。いや、これ53ですね。53。はい、うわ、確かにでかっ。うわ。うわ、幼虫だ。めちゃくちゃでかい。いきます。測ります。はい、53ですね。うわ、59でした。もっとでかい。58だ。58、やば。めちゃくちゃでかかった。うわ、すごい成長の仕方してます。育ち方めっちゃいいですね。だってね、ちゃんとまだ禁止食べきってなかったから。はい、あ、もうしっかり食べてはいたけど、うん、でもちょっとまあ残ってたね、でも少しだけ。いや、もうほぼ食べてたんですけど、はい、でもそのここまで大きくなってくれてるとは思ってなかったですね。うわ、これがいい悪いどうなるかわかんないけど。うわ、だってもう入らないもんな。入らないですね。うわ、もうちょっと広げてもいいぐらい。すごっ。49がマックスかもしれないって言ってたの、これだから。確かに、ちょっと広げましょう。今、おお、強かったな。いや、すごいすごい。うー、ちょっとね、幼虫に負担かけたくないんで、うん、早めに中に入れたいんで、あんまり喋れないんですけど、はい、最近どうですか。いいよ、長くなりそうだよ、それは。最近どうですか最近どうですかで繋ぐらしいです。最近どうですかでやっぱ繋ぐイメージあるんで。最近どうですか。いいえ、最近どうですかで別に無理やり言う必要ないし、はい、うわ、あ、ほら、あ、やばい、出ちゃうから早くしないと。漏れちゃう。八幡さんが。いや、俺いてないよ。あ、本当だ、八幡さん。あ、やめろって。うんちのこと八幡って呼ぶのうわ、すごいすごい。いや、でかかったですね。マジかよ。いや、なんかこのあー、でも今回は F0 に入れたんで、うん、
それでまたどうなってくるかですね。そうですね。こっからじっくり育ってくれるのか、うん、はたまたそのちょっと菌糸変わっちゃって暴れちゃう可能性も出てくるのか分かんないですけど。いやそれ怖いな、うん、まあでもそんな暴れる印象はないんで、うん、大丈夫かなとは思うんですけど。いやでも素晴らしい。まあ僕が一番でかかったのが107mm で、その時の最終体重は 68g だったんで。え、そうなの。そこで言うともうそこまあ100やっぱ7とかそれぐらいのサイズ感だと 70g ぐらい必要らしいんですけど、はい、だから禁止瓶入れてからまた上がってくれてたのかもしれないですけど、うんうんうん、そこで言うとすごい順調ではありますね体重で言うと。すご、結構デカめの赤目とか出てくる可能性、うわ楽しみだねこれは。期待しちゃいますね、うん、だからこの禁止で 12g 上がるだけで70いくっていうのは、うん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 、怪物化け物感ありますね。いや素晴らしいです。すごっ。そしてあと2匹、はい、あと2匹はだから赤目の子はさっきの子だけか、順調に育ってる感じしますね、はい、さあそして次も行きましょう。でこほらこんな感じでまだ食ってない場所あるんで、はい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 、この子はだから 40g 台じゃない、そのさっきの2匹と同じぐらいかもしんないです。いやすごかったな。行きます、はい、あの調子で行きましょう。はい、どうだお前は大きくなれば、はい、あーでもでかい、けどやっぱさっきの子よりはちっちゃいかな。確かにあいつがでかすぎたから。そうですね、40… あでもまあブックブックですよ。うん、40…50 近くあるんじゃない。でもおお53、おーすごっ、50超えるのがなんかこのリアクションになってしまうぐらい。確かにさっきのやつがすごかったから。うわあ、いや素晴らしい、すげえな。そのグラムの伸び方はやっぱ G0 いいですね。うん、F0 よりも安定感はあるかな。おー、 F0 ってこう成長あんまりしきらないで2本目行く子と、しっかり成長する子2種類いる、2パターンある印象なんですけど、はい、安定感すごいですね。その平田はヘラクレスとかは幼虫のサイズ感がでかいんで、はい、動画にしやすいんですけど、うん、やっぱ平田もそのクワガタの想像を超えるでかさになるから、うんうんうん、動画としては迫力伝わるんじゃないかな。これ、これもさっきと同じ101の子ですね、はい、さあ最後、あちょっと広げとくかな、もう大きかったし、大きいだろうし、もういや、わかんないよ、それは。いや、もうわかります。いいの、そんな、はい、自分にこう、プレッシャー与えて。いや、プレッシャーとかじゃない、もう事実なんで。ちょっと穴開けとこう。いや、すごいですよ、モグラくんのサイズ感でもちょっと通路が狭いっていうのは、うん、やっぱ相当な成長具合ですね。どうなんだろう、ほんと大きいかね。いや、もう大きいんですよ、だって見てください、これ。うわ、確かに、まあまあ、これだけじゃすぐにわからないけど。そうでしょ、だって禁止瓶から溢れてるから。溢れてるの、これ。いや、キッチ収まってる、収まってる。こんぐらいじゃん、だってボコーンってなってない、はい、今、八幡さん、あれ八幡さん、禁止瓶だと思ってるの指さしてもらっていいですか。え、だから、これでしょ、これですか禁止瓶。今、そうそうそう、これ幼虫です。え、どういうこと、はい、これが幼虫です。幼虫なの、はい、幼虫の中に禁止瓶が入ってるんで、もうもはや意味がわからんよ、それ。意味わかんないでしょ、うん、僕もですやっぱもう、その、やっぱいい結果出ると人ってこうテンション上がっちゃうというか、もともとでもこんなやつですけど、ね、マジっすか、三森くんって。マジっすか、よくわからないような。じゃあでもなんかいいですね、愛苦しくて。あ、いい、そんな言ってないよ唯一光を見つけんなんですよさあ、でこいつはさっきまでよりも食べてない部分多いんで、はい、今まで以上に早めって感じですね。なるほど、じゃあサイズはそんなにかなっていう、もしかしたら。でも逆に今までの子がちょっとタイミング遅いパターンもあるんで、うん、その食い上げてから、はい、もう餌あんまり栄養価がある餌がない状態で待機してた可能性もあるんで、うん、あ、さあ行きましょう、ラストです。はい、でかそうだけど、でかい、開けたいんじゃないか、はい、おーでかい、おー50、あ、50はあるかな、ありそうな気がする。あ、どうですか。あ、でも48だ。おー51、あ、だから全然50いきました、みんな。みんなではないけど、すごいね。平均は50超えましたね。そうか、それぐらいありますね。まあ、あいつがやばい方だからな、58って。確かに、58やばかったわ。すごっ。赤目の方が体重乗るとは思ってなかったわ。うん。え、すごっ、相づち。いや、違うね。今のタイミングでうんこしていこうです。ああ。やっぱ元気なくなるわ。803です、ね。イエーイ。はい、ということで、はい、終了です。いや、いい結果になりましたね。結果的に一番低い子が一番最初の子で、はい、で、一番大きかったのは 58g と60 に迫る。そうだな、うん、
50前半とか行けばいいかなって思ってたところで50前半の子が普通にいて、うん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 、後半の子も出てきたんで、はい、G0 の成長具合で言うとやっぱいいですね。確かにね、はい、そうか結構良かった全体的にもね、うん、まあ、G0 でファラワンを一周したことがないんで、うん、う何も断言とかできないんですけど、はい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 、ただ F0 結局どうなんだろうな、幼虫期間が長い子になるんで、うん、そのやっぱ禁止瓶食い上げるスピードが速いとその分禁止瓶使う可能性も出てくるんで、はい、そこで言うと F0 でじっくりで1年後に最大到達点に達するみたいな、うん、こうペースで飼育するのがおすすめってことなのかなっていうふうには感じたかな。おー、はい、伝わりました。伝わ、なんとなく伝わった、まあ、僕的な部分ですね、はい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 、で一応ね、確か DDA のホームページ上のおすすめの使い方は、うん、まあ、F0 でやってるこので、はい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 、G0 に入れるおすすめのタイミングはだから3本目、うん、みたいな。だから3本目でダメ押しの栄養補給をして、はい、そこでサナギになってもらうみたいな、うん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 、のとしてだから使うのはおすすめられてはいた気がしますね。まあ、G0 も F0 もしっかり育ってくれるんですけど、うん、そのグラム体重の乗り方の印象でいうと G0 の方が安定感はある印象はありました。はい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 、はい、って感じかな、うん、まあ、あとは羽化してくる時になるんで、そこ楽しみだね。そこ楽しみですね。 F0 と G0 の違いがそうですね、どう出るか、はい、なんか結果的に G0 の方が本数使って金額がかさむけど大きくなったっていう可能性も出てくるし、うん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 、F0 の方が本数少なくてちょっとちっちゃかったっていう パターンもなくはないけど、はい、それはそれでどっちもメリットになるんで、うんうんうん、その金額があんまりかさまない F0 の良さとか、はい、なんなら同じぐらいの可能性もあるし、そのサイズ感も大きい可能性もあるし、うんうんうん、そうだから G0 の方が逆に禁止瓶あんまり本数使わなかった子が多かったとかっていう可能性も出てくるんで、そこ結果も楽しみですね。そうですね、はい、まあでもタイミング的に、まあ、来年になるんでこの子たちは、うわこれいや覚えてるんかな、はい、その時に、まあ、八丸さんは覚えてないと思いますけど、俺はそう、ちゃんとね、はい、思い出させてください。そうでもまあタイミング見てまたやらせてもらうんで、はい、多分この子たちが一陣になるんでパラワンは。おお、他にはまだいるんですね。そうですね、まあ、あ、二陣か、二陣になるんで、はい、年内で羽化してくる子もいなくはないとは思うんで。可能性ありますか。はい、僕のマンションで飼育してた頃の子たちっていうのはまだちょくちょく羽化してくるとは思うんで、はい、まあ、年内パラワン羽化してくるタイミングもあるんで、ぜひパラワン好きな方はチャンネル登録してお待ちください。お願いします。お願いいたします。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが1日1歩、3日で3歩、3歩進んで2歩下がるずいくんです。いついですよ。いついか、ちょっと違ったか。ちょっとどころじゃないだろう。え、いついです。いやうか掘り出しになります。おお、んパラワン大平田です。わー、パラワン、あー、僕やっぱ小さい頃一番憧れてたクワガタっていうのが、はい、やっぱパラワンオヒラタだったんですよ。おっていうのもやっぱヒラタクワガタがすごい好きで、うん、でその中でもまあ大きい世界最大のヒラタクワガタ、うん、っていうのを知ってから初めて展示会、宮崎のボンベルタというね、今は亡きデパートがありますが、はい、あそこで小学校4年生の時の展示会で初めて生で見て、うん、やっぱパラワンオヒラタが一番かっこよかったの、クワガタの中で。まあ、ギラファとかもちろん見たことないやついろんなの楽しみに行ったけど、その中でもやっぱりそのパラワンの迫力とスマートな感じの大きさみたいな、スマトラとはまた違う感じ、当時の部分で言うとそのスマトラオヒラタのごつさみたいなのがまだあんまりなかったかな、その展示の生態が、うん、だから圧倒的に大きいしスラッとしてるしみたいなかっこよさのパラワンにも俺めちゃくちゃ惹かれたんだけど、それで初めて東京にね、小学生の時行って無視者でパラワンオフィラタを購入するという、ようやく僕の手元にも来てくれたっていうのが小学校時代。おー、そう、そこからやっぱずっと憧れだしずっと好きな種類、おー、いいですね、っていうのがパラワンオフィラタで、この瞬間をこう待ちわびてたから、おー、早速掘り出していきましょう。はい、はい、じゃあ出します。はい、こちらです。はい、こちらですね。違いますね。あ、ごめんなさい。逆ですよ。ってことは逆なのか。逆、あーっと、こっちいた。逆の方を指してしまって申し訳ございません。逆、チャンネル登録ありがとうございます。あー、ありがとうございます。はい、ということで疲れてる。疲れてるね。エネルギーそんな使うで5匹浮かしてきてます。はいはい、で、どうだろう、ちょっとね
こいつらに関しては、あ、なるほどね。まあ親が違うパラワンもいたりするんで、なんかまあその都度ちょっと紹介していこうと思うんですけど、より楽しめるかなと思いますね。はい、で一応ねパラワンの僕のマックスサイズが107ミリですね。ただやっぱ結局その子だけが107ガンと言ってくれただけで、結局106の子もいない、105の子もいないって感じで、でその下の104の子はまあちょくちょくいたんだけどっていう感じなんで、だから107を超えてくれたら嬉しいけど、まあ、今回の子で超えたらまあもちろん最高だけど、そこはないのかなと思うから、ただねクワカブの部屋いろんなドラマ見せることができてますから、はい、今日もそういうドラマが生まれるかもしれないんで、いや可能性ありますよ、見届けてください。はい、じゃあ早速掘り出していくにあたって必要なもの、はい、こちらです。はいはい、こちらですね。違うよ、最高最高いやできてたら最高でしょ。あーそうか、うん、ごめんなさい、こっちですね。はい、掘り返す用のスプーンと、はい、生体のサイズを測るためのノギス、うん、この2つでちょっとやっていきますんで、はい、まあ、あとは無事なのを祈って、そうですね、体重軽い子からちょっとやっていこうかな。軽い子から分かりました、はい、最初はあこれか、最初1匹目 45g、 45g パラワンの中ではだいぶちっちゃいかな。ただそっからまあ羽化するまでにこれしっかり食ってくれてるんで、そうですね、より伸びてくれてる可能性はあるんですけど、親は101ミリと47ミリって感じで、はい、うん、まあそんなに大きい子ではないって感じかな。これはどうだったかな、もしかしたら赤目の子も出てくるかもしれないんで、お、はい、そこも含めてちょっと楽しみにしてください。はい、さあどうでしょうか、いきましょう。どこだ、ここか、ここにあるんで穴が、はい、はい、さあでパラマはやっぱ107だった子が、はい、確か 70g ちょいだった印象だから、最終体重が、うん、でかっ、あもうなかったかな、68ぐらいかな、あ全然でかいよ。そうでもやっぱもう幼虫も相当ね迫力あるんで、うわ、でもやっぱだから100ミリ超えるってなるとやっぱ 60g ぐらい必要なイメージだからそこでいうと90前半中盤なのかなっていう感じなんですけど、ただそっから僕の知らない間に成長してる可能性もあるんで、まあ、確かに、うん、甥っ子とパラワンはね知らない間に成長するから、確かに、はい、子供はね早いからね、早い、成長が、お来ました、いきます。いやちょっと楽しみだな、いきますよ、はいはい、おお、かっけー、お出た出た、はい来ました、はい、やっぱこの顎の長さね、はい、めちゃくちゃ顎長いね、長いっすね、うん、でも小ぶりではあるかな、多分細いから、で赤目の子ではないですね別に、うん、いやで、まあでかいっていうかやっぱ綺麗だな、かっこいいね、すげえ長いね顎が、うん、最近スマトラばっか見てたからより一層長く見えるけど、うん、確かに、これでもどんぐらいなんだろう、いやどんぐらいだろうな、ちょっと想像つかないけど多分95、6ぐらいだと思うけどな、やっぱそのデカっていう感じではないから、へぇ、さあちょっと測ってみましょう、羽先でね、顎から羽先でいかしてもらいます。一応今レコードは113とかかな、いやめっちゃでかい、めちゃくちゃでかい、113、はい来ました、はい、結果 96.8、 はい、うん、おぉでもでかいな、うん、だからまあ体重通りぐらいかな、へぇ、いやでも十分でかい、はい、まあ、100超えてくるとまた雰囲気変わるっていう印象なんで、まあ、ちょっと小ぶりではありましたけど1匹目から元気に羽化してくれました、はい、うん、はい、よかったですね、元気のイントネーションがねちょっとね、うん、変だったけども、確かに元気ってね短期と一緒のイントネーションだったな、確かに96.8、 はい、いやいいですね、うん、素晴らしい。さあでもこっからまたどんどん体重上がってくると思うんで、あそっかそっか、次は楽しみですね、次はこれか、はい、これ、あ、これも同じ親ですね、で、はい、49g、 多少ってぐらいかな、はいはい、こっちも食ってますね、だいぶ、そうね、しっかり食ってくれて、で、今回初めて僕パラワンに G0 を使ってみたんですけど、はい、G0 の子もいるって感じなんですけど、うん、G0 はやっぱちょっとさなぎになるまでがすごいスムーズかな、へー、うん、ちょっと早い印象がある、栄養が高いのか1本目からすごいぐんと伸びてくれるから、うん、
その分だから 早めに羽化させたい人とかは G0 おすすめかもしれない、うんうん、また使い方とかもあるかもしれないけどね、うんうん、僕のまあ僕なりの感想になるんであれですけど、はい、さあ49だからねちょっと伸びて100とか言ってくれてたら嬉しいけど、さあどうだどうだいきます、はいはい、おお、あでかいね、あでかいでかい、おーおお、はいはいはい、おお、待ってこいつ赤目じゃない、あ赤目だ、だからすいませんこれ親が、赤目とまあちょこれややこしいんですけど、はい、親が赤目と黒目の、血を持ってて、うんうん、見た目は黒目だったオス、うん、とメスはもう赤目だった子って感じになるから、そうなってくるとまあざっくりですけど 75% です、4匹に3匹ぐらいは赤目だと思う、へえー、そうなんだ、はい、そうこれは赤目の、まあ、赤目ピンクアイって感じ、あでもそうですね、なんだけど、そうこれもまたかっこいい、これですね、はい、いやでこれ結構いってんじゃん、100いってる気がする、マジですか、でかい、まあ、でも確かになんか伸びてるなって感じします、うん、で顎がめちゃくちゃ長いな、やっぱこれすごいよ、かっこいいね、あこういうナイフ欲しいもんな、確かにな、パンとかで切れそうだな、よく、ああもう何でも切れますよ何切りたい、イズイは、あもう切り株無駄に切りたいもう山小屋で住むつもりじゃん、山小屋で住むって、確かパン切って切り株切っていやでもいいねその生活も、うん、かっこいいわこの形が、いやかっこいいね、フォルムがやっぱかっこいい、はい、はい、結果、うん、100.6、100は超えてました、本当だ、幸先いいですね、すげえ素晴らしい、おすげえすげえ、ほほう印籠見せられた、印籠見せられてないですははーと言ってます、ほほーって言った、あほほーって言った、はいいや、印籠見せられたら僕もカメラ下に向けなくて、あそうか、うん、それだけはまずいからな、そうですよ、いやでも素晴らしい、パラワンも、いやすごいですね、いやいいね、パラワンやっぱかっこいいな、イズイはどう、パラワンとスマトラどっち派、今どっちもまあ見てきたけどさ、いや確かに、いやけどむずいよね、でももうほんとどっちだろうな、まあどっちももちろんかっこいいけど、多分2つに分かれるから、パラワンみたいなスマートな平田が好きなタイプと、はい、ごついでかい平田が好きなタイプに分かれるから、僕でもスマトラだったんですけど、いやこれで変わるかもしれない、ああなるほどね、今まあ一応スマトラに部があるぐらいか、部があるけど、そうか、ここで推し編の可能性もあるのか、かっこいいっすね、いやかっこいいよね、シュッとした方も、これがねマジでね105を超えてきたパラワンとか見たらまた変わると思う、うん、ごつさも出てくるから、なるほどね、だからちょっとねそこら辺も出てきたら嬉しいんだけども、はい、じゃあ次、うん、次はこれ黒目ですね両方、はい、これ103ミリと50ミリの子って感じで、あちなみにみんな2021年の3月ぐらいかな、3月頃、はい、なんで、1年5ヶ月ぐらいか、うん、でこの子たちは羽化してきてるって感じで、はい、で前の子たちさっきの2匹2匹に関しては去年の12月に割り出ししてるんで、多分11月10月ぐらいに孵化してる子になるから、はい、1年かからずで羽化してます、ね、うんうん、でこっちは F0 っていう、まあ、G0 とまた別の DDA の出してる菌糸便で飼育してる子はやっぱじっくり育つのか、やっぱ幼虫期間が1年以上かかってるって感じかな、はいはいはい、はい、なんで菌糸便も1回目2回目と交換してて、最後が一応 52g って感じですね、はい、はい、それでも違い出るんですね、そう、そこも違い出る、うん、さあ行きましょうか、はい、さあどうなってるでしょう、うん、どこだ、あここか、ここですね、あちょっとありますね、うん、だ縦に作ってるから横からサイズ感が分かんないから、うん、よりこう楽しめるね、真ん中の方で眠ってるんだ、うん、じゃあさあどうだ、うわ、おー生きてる生きてる、見えた見えた見えた、いきますよ、はい、すごそうだね、はい、うわ、おおどうだどうだどうだ、おおでかいでかいでかい、おお、あでかいでかいでかい、おおおお、やっぱ全然違うでしょ、全然違くない、はい、やばいやばいやばい、でかい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 、やっぱでかいな、ゴジラ見たんすごいぞ、でもでもやっぱでかいね、はい、あでかいよ、お
すごいわ。100ミリのこと全然変わるでしょ、やっぱ雰囲気が。やっぱ、でかって変わる、うん、なりますね。これでかいな。あ、これどうだ。いや、まあ107はいってないけど、すごいすごい。中盤いってないかな。おお、久しぶりに見たサイズ感かも、僕で言うと。107の子が、だって、はい、動画始める前だから、2018とか2017年に入荷してきた子。だいぶ前な。そう、だからもう5年前とか。うわ、いやー、かっこいいな。迫りくる、うわ。いや、いいね。いや、これすごい。ちょっと幸先いいぞ。さあ、サイズちょっと上がってみましょう。羽先で。はい。いや、どうだこれ。あ、なるほどね。え、あ、ここですね。はい。はい。結果出ました。はい。102.3。うわー、でかい。だから2ミリ。さっきの子より2ミリ大きい。うわー、すげー。2ミリでこんな変わるからね。うん。この2ミリの差ってやっぱだいぶでかいから。いや、でかいね。これは、すごい。いや、よかったよかった。とりあえず、早速100ミリ超えの子が連続で出てきてくれて。確かにすごいですね、うん、いや素晴らしいね。大きいからなんか、うん、こうなんか前のめりになってるように見える。あー、確かにね、スマトラとはまた違う、うん、立体感だよな。そうっすね。あ、長いもんな、やっぱ長い。でっけ。いや、かっこいいね。はい、さすが僕が小さい頃に見とれた男。あ、オス。オス。うん。すごい。素晴らしい。あ、ちょっと楽しみになってきたな。はい。ここの時点で102いってるってことは。確かに。久しぶりの104ミリ超えとかあるかもしれない。でも確かにカンカンカンともう続いて超えてってますもん ね。すごいことじゃないですか、これ。さあ、次はどうなってくるか。次はまた変わって G0 の子ですね。G0、ほい。はい、これも赤目。これはもう確定で赤目の子。両方親がオスもメスも赤目だった子なんで、うん、この場合はもう 100%。 へー、うん、すごいな。そんなちゃんと出るんですね。そうそうそう、だから血液型みたいな感覚。うーん、 AA型、一応なんか隠れた血液型あるじゃん。あ、なんかありますね。 AO とか、うん、あれの AA 型と AA 型だったら絶対 A 型になるみたいな、うん、あのあれと同じ感覚。はいはいはい。さあ、行きましょうか。だから G0 は10ヶ月ぐらいで羽化してきてるって感じですね。うん、軒並みそんな感じかな、多分。軒並みの使い方合ってるか分かんないけど、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫か。もう、はい、100ミリ超えてるんで。いやいや、すごっ、100ミリすごいな。そんな、顔パスみたいな感覚が。100はすごいですよ、100って。いや、すごいね。数字はずっとすごい、うん、あ、で、さらっと掘り返しちゃったけど、うん、こいつ 53g ですね。 53g。 はい、だからさっきが52だから、一応 1g 差って感じ。なるほどな。さあ、行きましょう。どうだ。はい、おあ、でもでかいよ。さあ、これでかいんじゃないですか。でかいね。で、こいつはやっぱ赤目ですね、しっかり。え、でかいんじゃないか。うわ、なんかこれやばいんじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいよ。パラワン軍団、パラ軍やばいな。パラ軍って。うわ、やっぱこの顎の長さね。うーん、いやー、おい、こいつも100は超えてそうだね。うん、すげえ、すごい、かっこいいね。かっこいい、うん、で、まだ後ろ固まってない感じ。いやー、赤いですね、うん、赤目伝わりきるかな。ちょっとほんとうっすらって感じだから、うんうん、ピンクっぽい感じかな、うん、さあ、サイズはどうでしょう。いやー、どうでしょうね、これワクワクしますね。ね、いや、104いったら嬉しいけどな、誰か。どうだ、いってるかな。あ、なるほどね。ん、 101.4。 ほい、はい、おお。102が今んとこ最高か。うん、うん、けどこっちもでかいな、やっぱ、うん、とはいえ、でかいですね。すげえ、素晴らしい。で、親が97なんで、親を超えてくれてるんで、うん、もう十分。軽々超えた、ね、軽々超えたね。すごいな。すごい、 いや、いいね、順調です。はい、101.4。 101.4、 100を当たり前に超えてくるっていう、やっぱこれがね、やっぱパラワンの凄さだよね。ああ、なるほどね。これでももう今じゃ小ぶりの時代だから。うわ、うん、105を超えたらまあ大きいんじゃないって感じだと思う、多分。パラワンのやばいっすね。やばいよね。さあ、もういよいよラストです。はい、ラスト、うん、これはもう F0 ですね。はい、で、親が、103
と、50ミリ、はい、だから2匹目3匹目の子と一緒、うん、でだから1年半ぐらい幼虫やってくれてるって感じです、はい、で最後が 58g、 うわでかいでかい、うん、だから今日の中では一番でかいから、はい、102の子を超えてくれる可能性は十分にあるかな。そうですね、うん、だからなんか前だからもともとは僕んちマンションとか、はい、その前住んでた 2DK の木造のアパートだったんですけど、うん、の時よりも体重が乗ってない状態でも大きくなってくれてるって印象かな。うん、まあその交換タイミングとかにもよるんだろうけど、うんうんうん、さあ、はい、でここだね、ここにいますんで下だ、これが、うん、魔物が潜んでます、うん、さあどうだ、いやちょっと104みたいな、はい、なんか去年も多分103がマックスかな多分さあ行きましょう、魔物封印を解きますか、はい、おー来ました、おおでかそうだけどね、いるいるいる、行きます、はい、はい、おおおおでかいんじゃないか、どうだ、おおでかくない、どうでしょう、まあ、でもやっぱなんだろう、前のめり感あるからでかいと思いますけど、でかいな、いや、でかい気するな、あ、でかいでかいでかい、104あるんじゃないかな、うわすげえな、かっこよすぎ、やばいね、かっこいい、かっけえ、ああ、いや、どこがかっこいい、やっぱ、うん、そのすっと伸びた顎がかっこいいですよね。あ、本当に、うん、あ、嬉しいね、いや、違う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 、ちょっとひげ剃ってないから見せれないんだけど、いやいや、すっと伸びたっていうかそうか、確かに人間だとここになるのか、うん、そうそうそう、うん、別もんだもんな、ほんとまあ確かにね、だから普通のあんまり触れ合ってない人とかからしたらハサミだもんね、ハサミって呼ぶもんね、やっぱね、確かに、そう、これ顎、さあどうでしょう、さあサイズ、お、104いってる気すんだけどな、おお、緊張の一瞬、そうですね、お、で、待って、え、どうした、え、何が起こるの、イズイ、これ、はい、予想異常すぎたわ、ほう、結果、はい、106.0、めちゃくちゃでかかった、めちゃくちゃでかかった、マジ、うん、で、羽先で測ってこれだから、だからもう105は間違いないって感じ、おお、めちゃくちゃでかかったです、すごくないですか、すごいすごいすごい、一発目からすごいな、今後が楽しみすぎるね、おー、すあー、そうですね、てか、そんなにでかかったんだ、めちゃくちゃでかかった、ちょっと見比べてみたいですね、おい、伊豆井の口からもう、トリコじゃんちょっと、これは気になりますよね、ジャンプ連載したろか、おい、いや、そのトリコじゃなくて、あー、懐かしいな、なんか、調子いいね、調子いいね、自分で言うんやあ、これは嬉しいね、初めて、だから106は初めてなんで、僕、おお、100、だから100、105、106いなかったから、今まで、うん、そこで言うともう106、一歩近づいたんですね、自己記録に、めちゃくちゃ近づいた、すごくないですか、いや、すごいすごい、嬉しい嬉しい誤算がすごかったな、嬉しすぎて、なんか、うん、ちょっと最初、え？みたいな感じになってます、いや、そうそうそう、意味が分かんなかった確か僕も103ぐらいなんじゃないかなって思ったんですよ、そう、だからイメージ的にやっぱこの体重で、はい、その、何、100後半いく、100はいくけど、うん、100後半行くことってまあなかったから、うん、いやもう本当に分かんないね、はい、びっくりしちゃってる、もう僕も今びっくりしてます、いやすごいわ、え、楽しみだ今後も、これすごくね、すごかった、はい、てか3匹目と5匹目同じ親で F0、 あ、そうそうそう、やっぱ一応、うん、公式で DDA のホームページ見る感じだと、パラワンは F0 がおすすめですとはなってる、うん、そう、そういうのも記載されてるんですね、そう、なんか F0 はちょっとじっくり育てたい、うん、種類向けみたいな、だから1年以上幼虫する子が、おすすめって感じで、はいはい、G0 は1年未満の子におすすめみたいな、うん、その幼虫期間の間にぐんとそのさなぎになるまでにポテンシャル最大限まで体重を乗せれる菌糸みたいな、あー、そうなんだ、そうで F0 は、幼虫期間が長い子の、なんて言うんだろう、じっくりこう最大体重までこう持っていくタイプの菌糸瓶みたいな感じだから、やっぱこっちの方がパラワンは良さそうだね、うん、まあ、今回の結果で言うと、うん、そうね、で前までずっと F0 を使ってたんだけど、はい、そう、試しに今回、まあ、禁止瓶が G0 が余ったっていうのもあったんですけど、はい、G0 でもやってみてたんですけど、うん、
今期からやっぱ F0 の方が良さそうかな、パラワンは。でスマトラはね、意外と F0 も G0 もそんな変わんなそうだけど、幼虫期間がやっぱ F0 の方がやっぱ伸び長くなるかな、印象的には。へえ、うん、そうだから、まあ今後 F0 の子もスマトラ次第に羽化してくるだろうし、そこも楽しみなんですけど、はい、うん、やっぱ F0 ですね。おパラワンはこの結果を見た感じだと、うん、で F0 の方がお手軽だし、価格的にも。へえ、うん、幼虫期間伸びる分禁止便の本数はやっぱ必然的に増えるけど、うん、だから禁止便の本数を、だ交換を少なくしたい人とか、うん、サイズそんな気にしてないというか、うんうんうん、まあ、ちょっと早めに羽化してきてほしい人は G0 でもいいかもしれない。なるほど、って感じかな、まあ、そういう使い分けもできるんですね、うんうん、いやすごい、ちょっと並べてみましょうか。はい、いやすごかったな、はい、びっくりしました、ね、びっくりした、普通に、はい、スミモリだったもんな、スミモリ、スラーメンみたいな素の感じになっちゃったもん、うん、はってなっちゃった。うわさあ、ちょっとじゃあ、1匹目がね、多分だいぶちっちゃく見えるんじゃないかな。いや、そうですね、96だから1センチ違うから、みんなだってそれ以降100超えてました。そうね、ちゃんと超えてくれて一安心、よかった。あ、やっぱもう全然違うもん、ほらこんな違う、違う違う、1センチってやっぱすごいよね、クワガタカブトムシの、はい、そうですね、うん、もうだって全然違うよ、顎だけでこいつのサイズぐらいだ。あ、でも確かに、ほら、まあちょい言い過ぎたけど、うん、確かにって言っちゃったよそう、なんかイズイが言ってくれるかなと思ったら確かにって言ったから、うん、自分で言っちゃった。あと何だろう、この、うん、なんその赤いところ、うん、顎の、あの、はいはい、ここ、ここがなんか大きく見えるっていうか、あー確かに顎のやっぱ面積も広いもんね、うん、このなんだろう、赤いところ、うん、うん、ここまだ固まりきってない部分ではあるんだけど、うん、顎のやっぱ面積が大きい分、単純に、うん、単純に、あ、でもやっぱ全然違うもんな。これが、これが101ミリか、101ミリ、あ、でもやっぱ全然違うわ、 0.5 でもそんな違うんですよ。うん、あ、5ミリ、5ミリ違う、5ミリか、うん、5ミリだけどもう1センチぐらい違う感じに見えるもんね、うん、で、あ、これが次106、まあ、だから2匹目の子か、赤目の子、うん、でも十分立派、100.6? あ、100.6、うん、お互い小数点とぐちゃぐちゃだなうわーかっけー、うわー、パラワンやっぱすごいな、すごいってな、力やばいな。で、こいつが102ですね。おお。いや、これ虫キングで見たやつや、確かに逃げるんだ、ポポのやつだこれは、これは逃げるわ、これは逃げるべきだな、うわ、いや、すごいわ、こう、かっこよすぎるね。そうですね、こいつまだ固まりきってないからこそちょっと落ち着いてくれて、うん、すっげーこれ、うわー、たまんないな、おとなしくね、うん、いや素晴らしい、はいはい、ということで終了です。はいはい、完璧でした。いやーすごかった、うん、いや嬉しいね、久しぶりに、なんかまさか本当に107に迫る子が出てくるとは思ってなかったんで、うん、うん、いやもう本当に嬉しい、予想外を、はい、超えてくれて106で、まあ、まあ1匹目の子も含めて全員無事で、かつ1匹目の子以外は100ミリ超えて立派な子が浮かしてきてよかったです。はい、はい、いや本当もう僕ん家でいうとこう5匹、はい、パラワンをこう抱える、幼虫オスを抱えるので、うん、今まで精一杯だったから、うん、そこで言うとね、こっからもまだパラワン浮かしてくると思うんで、うん、いや僕的にも最高ですし、はい、何よりもう無事浮かしてきたのが本当に最高なんで、これからのパラワンちょっと浮かしてくるのを楽しみにしててください、うん、はい、はい、自己記録超えれるかもな、こんな、まあ、うん、確かにもしかしたらいけるかもしれないです、ちょっとね、ちょっとそこも期待してもらえたら嬉しいですね。スマトラパラワン両島、うん、両島、この家を借りた甲斐があるっていう結果になるかもしれない、うん、うん、ちょっと気は早いけども、うん、うん。
ちょっと今締めそうになったんですけど、はい、ちょっとこれ成虫管理用のケースに移し替えてもいいでしょうか、せっかくなんで。あ、ありがとうございます聞こえないね、うん、まあ、せっかくなんで、ね、たまにやっぱ入れといた方がいいかなと思うんで、はい、なんでこの生態管理するケース出します、はい、こちらです。はい、はい、こちら、はい、はい、この4つ、うん、4つで、でちょっと僕一応106の子は多分親うちの方でブリードするんで確実に。ほうほう。それはちょっと今一時的にここの中で管理します。はい、はい、で他の逆、そう、他の子たちはこっちになんか新品、そう、これ新品、めっちゃ綺麗ですね。そう、まあ最近化粧水結構ちゃんとやってるから。で、三森さんじゃなくてこれこっちの話で、あ、こっちか、見えないぐらい綺麗ですからこれそう、やっぱ新品はマジで綺麗、ピカピカだな、うん、この子たちは実は赤目の子もこの106だった子、はい、もう一応うちでとりあえず類代するためのブリードする予定の子はいるんで、うん、はい、今日の4匹かな、はい、はもしかしたら委託とかに出すかもしれないです。ほうほう、はい、ランバージャックとか、うん、まあ、ちょっと気にかけてもらえたら嬉しいですね。はい、でこのペレットっていう針葉樹圧縮されたチップ、これがまあ覆うぐらいだね、覆うか覆わないかぐらい。で僕は DDA のやつを使ってますね、まあ、禁止瓶買うがてらやっぱそのまま流れで注文しやすいんで。なるほど。結構あるとは思う、他のショップとかにもあるだろうし。でこの止まり際のワークチップをまあ複数、はい、こんな感じで入れて、はい、まあ、これも僕は Amazon で買ってるんですけど、ワークチップは、うん、そういうの備品は概要欄に載せたりするんで、はい、よかったら見てください。はい、でここで加水をすると、もう浸るぐらい、これもちょっと一旦、これでチップ圧縮されてるチップが水分吸うことによってこう膨らんでくれるんで、うん、ふわふわな感じのやつに、ね、そう、ふわふわな感じになる、うん、そう、ここで入れ直しとこう、今のうちちょっとケースに、はい、96、この子はやっぱ黒目だね。そうか、まあ、赤目の血は引いてるって感じだけど、はい、でもちょっとややこしくなるんで、僕はもし委託に出すときは多分普通に黒目というか赤目という表記はなしで多分出すとは思います、うんうん、いやでかいけどこいつごついな、かっこいいね。そうですね、これが102か。赤目の子の方がやっぱちょっと細身だね、あの黒目だった2匹とほうほうに比べると、はい、で今準備してる間にこんな感じでどんどん吸ってって、あ、本当だ、今膨らんでる途中なんですけど、はい、まあ、これぐらいとりあえず水分吸い切ったら僕は入れてくって感じです。なるほど。106の子、はい、もうパンパンだもんな。うわ、本当だ、すごいな。でこのラベルを貼り直す、はい、まあ、とりあえず一時的にこれが100、あ、96か、96でもやっぱ十分でかいね。うん、いや、でかいんですよ、うん、それを凌駕するのが現れた。確かにな、いや、マジでびっくりした、はあ、いや、びっくりしましたね。そう、なんか想像よりもでかかった。確かに、いや、でかいとは思ったけど、うん、なんか多分俺自体が106とかあんまり見たことないから、うん、そう、現実見なかったな。いや、すごかったな。いや、よかった。いや、これから、だからこういう、まあ、この 58g だった子よりも一応体重しっかり乗ってくれてることが今後いるから、うん、まだこれ序盤ですもんね。そう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 、だからそれマジですごいね。ちょっと超えてくれたら嬉しいね。はあ、いやね、欲を言えば110とか、うんうん、行きたいところだけど、やっぱ110はやっぱなかなかだからね、うん、スマトラはやっぱ100の壁、まず、うんうん、パラワンは105の壁みたいな印象なんだけど、それがなんかどんどんこう上がってきてるイメージ。だから俺100、スマトラが例えば個人的に100超えたら、はい、100超えた時にはもうレコードは105、超えてるとか、はー、パラワンようやく105超えたと思ったらパラワンのレコード110超えてるみたいな、なんかそんな感じだからやっぱすごい。おお、おお、刺さってるね。
でそう、新生虫でもこう挟んだりするんで、顎の力まだこうがっちり挟まない可能性は高いけど、うん、それでもマジ顎はちょっと危険なんで、うん、皆さんも気をつけてください。勇ましすぎるね。うわ、はい、いやいいね。綺麗。やっぱケースに入れた時のパラこうクワガタってやっぱかっこいいな、映えるな。すごいわ。いいね。いやこいつか良かったです。フォルムもでもどうだ、あれどれがこいつが一番ちっちゃいのか。でもやっぱ100超えてきたらちょっと横も横の厚みも出るから、うんうん、よりかっこいいかな。こついもんね。いや、よかった。はい、はい、ということで、僕はこんな感じでとりあえず管理して活動開始したら餌交換したり、餌入れてあげたり、この子に関しては活動開始したらあの小林入浴性ケースっていう、はい、これの、だからこれ2つ分ぐらいかなのサイズ感のケースに入れて管理してるって感じですね。はい、で、最後まあちゃんと蓋もして、はい、はい、これで終了です。はい、はい、ということで、まあ僕なりのやつにはなるんですけど、うん、まあ参考になればと思いますんで、はい、はい、よかったら真似してみてください。はい、はい、ということで以上になります。おーい、はい、いや、やっぱりボリューミーな、うんうん、感じの動画になって、いやすごかったな。いや、よかったです。はい、はい、で、まあ、概要欄に僕が使ってる備品とかの URL 載せてたり、うん、あとは、まあ、僕の飼育本出させてもらってるんですけど、それ Amazon のリンクとか貼ってたりするんで、はい、そちらもよかったら気にかけてください。ぜひお願いします。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。